僕は個人的にあの映像を見せつけられ、8分間首を締め続けられた黒人ジョージ・フロイシ。あの、8分間も首を締められたら誰でも死にますよ。で、あの白人警官、あの白人警官たちが何もなく罰せられずもせず、いたら、本当に僕も、ちょっと、本当に嫌な気分になりますよ。あの警官たちは、 実際に罰せられるべきだと私は思っています。なので、本当にあの、このニュースはぜひ皆さんにもお伝えしたいと思いました。緊急ニュースをお知らせします。この前、もう本当に大騒ぎになっているアメリカで黒人が、ジョージ・フロイチ氏が白人警官に考察されて殺されたということで、本日、えー、アメリカの検察グループが白人警官、その、 実際に膝で首をジョージ・フロイドのは首を8分間しあ締め付けた白人警官デレック・チャービン氏を第2級暴殺の容疑で起訴することが決まりましたまた元警察官えー、一緒にいた3人の a j クエン、n n トマス・レントウ・タオの3人の元警察官も同じくあのー、共犯として起訴されることになりましたなぜ1級の えー、殺人罪ではないかというとそれはプリミディエーションつまり計画しての犯行ということの証明が難しいことにあるようですもう世論はですね本当に一級殺人で訴えたいというのがあのみんなの希望みたいな感じになっていますが、えー、どうやら二級の殺人罪で起訴するようです、えー、この四人の起訴を決断した検察グループは もう正義のもとジャスティスの名のもとにジョージ・フロイのジャスティスの名のもとにこの4人の警官を必ず有罪にすすると意気込んでいますしかし、えー、検察官も認めているように過去警察官を殺人罪で有罪にしたケースは本当に少なくこれはすごい難しい道のりになるだろうとしています。ワワワンンンンチームワンゴームゴルワンミッション のスローガンをもとにジョージフロイドのジャスティスを正義を誓っていますまた検察官たちはこのケースのインベスティゲーションつまり調査は長引くことを予想し世論に辛抱強く待つことを呼びかけていますまた同時にどのような法的手段を使ってもこの4人の警官を有罪にするとしていますそしてですね巷のデモでもスローガンとして言われているように George Floyd mattered. He was loved. His family was important. His life had value. としています。というのは、本当にこう、黒人の、この、まあ、黒人社会の中ではですね、黒人の人たちではね、ですよね、やっぱりけ白人警官がああいう風にして、仲間の黒人、身内を殺したということに、本当に、ああ、憤りを覚えているというのは、多分僕たちアジア人の人にはちょっと、 分からないと思うんですけど僕もアメリカに20年いてその人たちの気持ちを本当に分かるかというと多分分からないと思うんですね。例えば日本人と韓国人の問題をアメリカ人が分かるよって言われてもそれは困りますよね。それと同じだと思うんですけれどそのアメリカ人として同じような平等を願っている黒人たちでありそのジョージ・フロイド マッタージョージ・フロイド、His Life Mattered っていうのはジョージ・フロイドも他の人たちと同じように同じすごく価値ある人生だった。皆に愛されその人人物の価値は平等であったということを訴えてるんです。また検察グループはこの一件で傷ついた人々の心の癒しは告訴とその結果だけでは癒されず 癒ししのの道道も長いいりととなるだろうとしていますそれに対して皆で協力してこの世の中の物事を一つ一つ、えー、法律から始まり一つ一つじっくりと変えていかなければならないとしていますその全国に広がったこのデモ行動についてもデモ行動は大切な一つで一つの,あの行いでありものすごく大切な必要なことではあるのだけれどもその後の その実際にこの変化と正義というものの構築をする作業を怠ってはいけないそれはもっともっと大切なものなんだということも強調しています。この人種問題というのは本当に僕たちにはちょっと分かりづらいようなそのすごく歴史に根を持っているアメリカの問題でありまたアメリカだけでなく全世界の問題であると思います。 日本でも最近は外国人が増えてきて日本人だけの社会というあの感じが薄れてきていると思いますのでこういう問題は人事ではないと思います私たちもこの問題を自らの問題と受け止めて追っていくことが必要でしょう僕もまたこうして何かニュースがあったら皆さんにお伝えしますそれではまた明日 See you later 明日のうえご